DTFN バックパック Benefits of Kangaroo Style。 初めて聞く方もいらっしゃると思うんですが、カンガルースタイルとはどんなものか。まさに今この目の前にあるこれがカンガルースタイルと言います。重量系、それから車じゃないと無理って思われがちですが、バックパック一つで行くね、デュエルスタイルでもできちゃいます。今回はカンガルースタイルを簡単に説明する動画です。まあこう見ていただいて、外側はねもう普通のワンポールテントっていう感じに見えると思うんですが、もう中にねちょっと覗いていますよね。今回12月上旬なんですが、最低気温が5度と結構ね寒空って感じです。そして枯れてますね。まあ、このように寒い時期、まず外側になるこのアポロタイベックのグランデ、これ締め切ることができるんですけど、こちらの扉、それからこれ中に、はい、テントが入っています。これはヘリテージのエマージェンシードームですね。ここにも扉があるんですよね。扉が2枚あることから、単体に比べては暖かく過ごすことができます。次にですね、寝室になるテント以外に過ごせる、こう見ていただいたら分かると思うんですけど、リビング部分、こういったスペースがあり自由度が高くなりますね。特に雨や雪、風から外側がね寒い状態、雨降ってたり雪降ってたりする状態でも、中でね片付けを、結構な広さありますんで、荷物をまとめたりとかね、そういったことができるので、有利ですね。そして結露ですね、結構濡れてしまったり中の内側がねあーっていう風になると思うんですが、もちろん外側に膜がありますので中のテントは濡れづらくなります。まあ、外側はね気温によって若干湿ることはあるんですが、中に関しては、結露でねちょっと染みてきたっていうことはないです。 DTFN の D です。はい、トリップ、トラベル、バックパック一つでキャンプ、ハイク、ビバーク、ギア、いろんなアクティビティを楽しむアマフェッショナルでスローパッキン、エニートリップなチャンネルです。雨の場合もそうなんですけど、大きいね屋根の下にテントがありますんで、もちろんテント自体は濡れないですよね。インナーテントにしているものは濡れないです。寝室をねこのようにリビングとこう分けていますので、ここね扉を閉め切ってあげれば、まあ、中でちょっとこう料理をしたりとか、まあ、テーブルがあるんですけどちょっと火を使ったりとかねしても、こちら側には影響が少ないですね。匂いや汚れがつきにくいと。それから、半密閉された二重構造みたいな形にはなりますので、一重二重って感じですね。プライベートな空間として確保されやすいです。例えばこう外からね今扉をちょっと開けてますけど、遠くから離れた時でもダイレクトにはね中覗けないですよね。もちろん全開にしたら見えますけど、プライベート空間としてちょっと外のねなんかガヤガヤしてることとか、目線がねあまり気になりにくいというメリットがあります。それから二重構造ですので、今これ一重目、これ白っていうのもあるんですけど、結構ねこれ虫ついてるんですよね。まあ、今はもう秋口、晩秋、冬前ということなんですけど、2枚扉があることによって外を閉じてあげて、さらに中を閉じる、まあ、これがメッシュだとしても、このようなねメッシュがないタイプだとしても虫が入りにくいです。まあ、こういったねメリットがあります。テントインテントってやつですね。テントの中にテント、もちろんここにご座引いてねそのままでもいいんですが、やっぱりね安心感ありますね。ちょっと中入ってみましょうか。もうこんな感じです。ちょっと狭いですが、これは本当に普通にテントですね。まあ、上に帽子を置いてますけど、ちょっと座ってみましょう。
外が、この方がプライベートな感じ分かりやすいですね。外の目線がね、ちょっと中から覗き見る、ちょっとやらしい感じですけど、あまり目線は気にならないですよね、外の。だからキャンプ場とか場所によってはね、結構前人がよく通る場合でも、締め切って比較的さらに空間がこのようにあるという部分では、ポイント高いというかメリットありますね。で、今このご座の上に座ってるんですが、こういったね、椅子、リビングとしての空間、テーブルがあってご飯を食べて火を焚いてバックパックを置くという感じで、まだまだ余裕があります、この場合は。でこういった空間をね、確保できるっていうのはすごくいいですね。で、天井なんか見てもね、結構高さありますし、この中入ってもね、圧迫感はそこまでね、感じないですね。皆さんのカンガルースタイルのメリットは何ですか？紹介したポイント以外にも秘密基地感が出たり安心感が増したりなど、ぜひコメントで教えてください。 TTFN バックパックチャンネルは270本以上の動画があります。ぜひご興味あるものを探してみてください。またチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。ここからはカンガルースタイルのデメリットあまりないんですが、さらっと紹介します。デメリットとしてはこのテント単体でなんとかなることはなるんですけど、この外側を持ってくることによって、その分のテント本体、それからポール、ペグ類がちょっと増えますね。デメリットといえばそれぐらいじゃないですかね。ただしね、これアポロタイベックグランデもこれ600何十グラムぐらいです。非常に軽いので、そこまでね、ヘビーに重量が増えるっていうことはないですね。今これ見ていただいている通り非常にコンパクトですので、そこまでバックパックを圧迫するということもないです。ただし単体で持ってくることから考えれば、それは確かにね、増えることは増えるんですけど、その分こういったプライベートな空間を作ることができたり、結露しにくかったり、扉がね、1枚2枚と2箇所あることによって寒さを防げたりと。そしてね、なんかかっこいいんですよね。基地感が出ます。なんかこれぞキャンプに来ましたみたいな。バックパック一つで行くとね、重量系の人が例えばこう隣にドゥワーッと大きい幕とすごいタープでね、大きい椅子出してる時でも、なんかこれぐらい立てれればなんかデラックスにね、決めたっていう感じで、そこまでこう寂しい感じにもならないですよね。もちろんメリットとしてはね、 UL らしさ、コンパクト、軽い、荷物が少なくて済むっていう部分はあるんですけど、若干増やしてあげることによって実現できるカンガルースタイル、ぜひね、なんかこのような組み合わせることができる幕をお持ちでしたら、やられてみると結構ね、幅広がるんじゃないかなと思います。あとね、思った方いらっしゃると思うんですけど、タープとどう違うんだと。タープの場合は結構ね、この横の空間がかなり空いてたりしますよね。こう張ったりするので、この空間がだいぶ空いてたり、こっち側が跳ね上がってたり、こっちは閉じてるんだけどこっちが上がってて丸見えで風がガンガン入ってくるとか、人の目線もすごく刺さるような状態、そういったことがありますんで、テントインテントカンガルースタイルとはまたちょっとね、設営方法によってはこれに近い感じにもできるんですけど、カンガルースタイルとしてはこういった形で、なんか回りくどいね、言い方してたかもしれないんですけど、要はテントの中にテントっていうことです。それによるいろんなメリットがありますよというような今回のお話でした。また次回はこちらのカンガルースタイルでのキャンプ、そちらの装備紹介をしていきます。ご期待ください。トリップトラベラー TTFN でした。